おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラスーパーチャージャーの平均稼働率は完璧に近いと発表。そして投資家はテスラ株の最悪の事態を見ていないかもしれない。その理由がここにある。この2つの記事を紹介していきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。先週は 164.31 ドルで終えています。さて今週がどのように動いていくのか、また今週もですね株価の方を追っていきたいと思います。はい、ではですね、まず最初にテスラスーパーチャージャーの平均稼働率は完璧に近いと発表、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラのスーパーチャージャーネットワークは2022年のインパクトレポートにもあるように2022年に 99.5% という素晴らしい信頼性を維持しました。この数値は世界中のスーパーチャージャーサイトのうち1日の利用可能量の 50% 以上が機能していたサイトの1年間の平均割合を示しています。信頼性を測るための指標には賛否両論ありますが、それでも高いパフォーマンスを示しています。世界中に5000箇所のステーションがあるため、時折発生するダウンタイムが与える影響はごくわずかです。テスラはネットワークの拡大、テスラ以外のスーパーチャージングパイロットの追加による複雑化、ステーションあたりの EV 台数の増加による利用率の上昇を考慮し、将来的にこの高い稼働率を維持できるかどうかを見極めなければいけません。はい、ということですけれども、この安定的な利用非常に重要ですね。よく EV ステーションで故障中っていう札が貼ってる時があります。これってガソリンスタンドだったら故障中ってほとんどないんですよね。なので EV ステーションできちんと充電っていうのを安定的に利用できるかどうか、これは EV にとってはかなりね必要であり重要なことです。テスラのスーパーチャージャーのデータによると、信頼性もあるが当然安心感もありますよね。今後 EV が普及していくならば、テスラのスーパーチャージャーだけでなく全ての EV ステーション、ここでの安定的な利用っていうのを期待したいと思います。はい、では続きまして、投資家はテスラ株の最悪の事態を見ていないかもしれない、その理由がここにある、こちらの記事を紹介したいと思います。2023年、テスラは縮小する利幅に直面していて、今後も下がり続ける可能性があります。会社の価値が半分以下であることを認めました。テスラは潜在的な景気後退、長引く高インフレの中で買い手を引きつけるために価格を引き下げています。2023年第一四半期では売上高は233億ドルで前年同期比 24% 増加しましたが、ギャップベースの粗利益率は2022年第一四半期から10ポイント近く低下しています。テスラのフリーキャッシュフローも前年同期比で 80% 減少しています。ウォール街の銀行はテスラの目標株価を引き下げ、同社は現在コスト削減、営業レバレッジに重点を置いています。価格引き下げ戦略は販売台数の増加につながる可能性があるが、新製品やサービスへの投資が制限されるため、テスラの長期的な成長見通しに影響を与えるかもしれません。はい、ということですけれども、昨日ですね、テスラ株に関して長期的なメリットについての記事が書かれていて、その記事を紹介しました。ぜひ昨日の YouTube をご覧になってない方は、そちらをご覧になってほしいんですけれども、今日は一転してデメリットについて書かれた記事を紹介しました。まあ、僕の個人的な考え方なんですけれども、メリットとデメリット、これを両方把握する必要があると思っています。テスラ株をされている方は、ぜひね、昨日と今日、メリットとデメリット、これをしっかりとね、把握しておいてください。そしてポイントですけれども、デメリットと批判、これは僕は違うものだと思っています。デメリットっていうのは、
リスク的なところですよね。それをすることによってどういったリスクがあるのかっていうところを見るのがデメリットです。一方批判っていうのは、ある意味文句とかですよね。でここっていうのは実際に、コメントとかでも批判的なコメントってやっぱありますけれども、読んでいても気持ちよくないですよね。で YouTube の方でもコメントも良識のあるようにっていうことがあったりします。デメリットを挙げるっていうことに関してはいいと思うんですけど、明らかにも批判的な意見、これってあんまり僕は好きではありません。なぜかっていうと、批判とデメリットは僕は違うと思っているからです。デメリットを挙げる、何か一つ事象があった時にそれに対してのデメリットを挙げるっていうのはいいと思うんですけど、あからさま批判っていうのはそんなに生産性もないし気持ちいいものでもないと思っています。何でもかんでも批判的に見る人ってやっぱいらっしゃると思うんですけれど、これって僕が思うにバランスが悪いと思ってます。もちろんポジティブシンキングってよく言って、何でもかんでもプラス思考っていう方もいると思うんですけど、それもまた僕としてはバランスが悪いと思ってます。何でもかんでもプラスにしか考えないからですね。なので僕はバランスっていうのを考えると、きちんとメリットとデメリット、これを両方で考える方がいいと思っています。今回の記事はデメリットに関して書かれています。昨日がメリットについて書かれていたので、ぜひね、この2つの両側面を見てテスラに投資するのか、そして今はやめるのか、これをね判断した方がいいと思います。じゃあ僕個人がどう考えているのかというのを最後にシェアします。僕個人としては基本的に下がったら買うっていうスタンスです。で先日決算発表後にテスラの株価っていうのは一気に下がりました。なのであのタイミングで買い足しました。その際に全額は入れていません。なぜかというと、もっと下がる可能性があるからです。基本的に資金を3等分して、もっと下がったら買うというふうな感じでやります。なので先週150ドル台ぐらいまで行って徐々に回復し、先週末が 164.31 ドルまで上がってきています。だから僕は資金を3分の1入れて、それ以外の3分の2っていうのは手元資金として残したままです。これはこれで僕はいいと思っています。今後また150ドル以下とかに下がるようなことがあった時にまた追加で買えばいいと思っています。株っていうのは焦って買うもんじゃないんですね。そしてリスクっていうのもしっかりと考える必要があるわけです。なのでメリットとデメリット、それを両方とも考えて自分が投資するのか投資しないのか、あの時ああすればよかったっていうことは言ったらダメなんですよ。それを言わないためにも自分の中でいくつかシナリオを用意して自分が後悔しないように投資をする。だから僕は基本的にリスクっていうのは非常に考えます。でテスラですけれども、テスラの株価って上げ下げが激しいんですね。1ヶ月単位で見ても上がったり下がったりって結構あります。で僕はドルコスト平均法でやっていくと一番リスクも少ないと思っているので、毎月下がった時に買うっていうスタンスです。焦って買うってことは僕はしません。僕は基本的にキャッシュイズキングだと思っているので、自分の資金を全部入れるっていうこともしません。下がった時に買う、下がった時に買うっていうスタンスで、コツ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 と買い足していくっていうスタンスで僕はやっています。なので先ほども言いましたけれども、第一四半期の決算発表があった後に一気に下がりました。ああいった場面で買うって感じですね。今を見ると先週150ドルぐらいまで下がって、そこから徐々に今上がって164ドルまで来ています。この状況だと、買わなくていいかな、もしくは決算発表の後に下がった時に買いそびれた人っていうのは入れてもいいと思うんですけれども、決算発表が終わった後に買い足した人っていうのは今は別に買わなくてもいいかなと思います。また次に下がった時に買えばいいんじゃないかなと思います。僕の YouTube をずっとご覧になってもらったら、僕自身が買い足しをする時には買い足しをするって僕は言います。でその時の理由も僕はきちんと話をしています。なので、僕の意見を参考にするかどうかっていうのは別の話ですけれども、客観的に物事を見ていく、自分一人の判断も大切ですけれど、自分一人の判断がもしかしたら見方として少しリスクが高かったりするっていうこともあると思うんですよね。その時に他人の意見っていうのを聞いて、自分で客観視して極力俯瞰した状態で見るっていうのが大切だと思います。僕自身もこのように YouTube で情報を発信するときに俯瞰してみるっていうのを非常に意識してやっています。なので俯瞰して情報を発信するっていうことで、自分自身もブレーキをかけて冷静に判断するっていうことに心がけているので、テスラ株をされている方は基本的に下がった時に買うっていう風なスタンスでやればいいと思います。1ヶ月っていう単位でも上がったり下がったりするので、下がったタイミングで買っていくっていうことをしていけば、長期的に見ると僕はいいんじゃないかなと思います。もちろんテスラが潰れるっていう可能性もゼロではないですね。なのでそういったリスクもあるっていうことは自分自身で把握し、株式投資は自己責任でやっていきましょう。はい、では今日のまとめです。今日はですね、スーパーチャージャーの平均稼働率、
そしてテスラ株の最悪の事態、こちらの2つの記事を紹介しました。これからですね、 EV に乗ろうかなと思っている人、安定的な充電っていうことは覚えておいていいと思います。僕はこれ非常に重要なことだと思ってます。自宅で充電ができる人はそんなに問題ではないんですけれど、家の近くで充電をするっていう方にとっては結構重要な問題ですので、何箇所か充電ができる場所っていうのは見つけておいた方がいいと思います。そしてテスラ株をされている方、今日のデメリットの記事しっかりと把握しておきましょう。はい、ではですね、最後に今日のコメントというところですけれども、昨日はですね、ほんと非常に多くのコメントいただきました。ありがとうございます。その中で2つほどコメントを紹介させてもらいたいと思います。まず最初にですね、891パクチさん、シンギュラリティは2045年とか言われていましたが、急に5年以内もあり得ると騒がれ始めましたからね。完全な FSD もあっさり誕生してもおかしくないと思います。あとキャシーウッドはイーロンとかなり近しい間柄なので、一般人が得れない詳細な情報を間違いなく持っています。だからこそ強気なんだと思いますね。はい、というコメントです。ありがとうございます。次にサン・カギューさん、最近の AI の進化を見るに、無人運転やロボタクシーもいつか必ず実現する技術だと思います。データを積み上げて AI に学習させることにより、人間が運転するより事故発生率を下げることは遠くない未来に必ず実現します。その時のインパクトを考えると、最近の暴落はテスラ株を安く仕込める未曽有のチャンスにしか思えません。サンカギューさんもコメントありがとうございます。まず891パクチさん、今後ですね、どうなるのかっていうのは全くもって先読めないですよね。なので常に情報を収集するっていうことが大切だと思います。で、僕が運営しているオープンチャットでは、今後どうなっていくのかっていうことに関していろいろと情報交換していますので、ぜひね、そういったのが興味がある方は追伸のコーナーで聞いてみてください。そしてサンカギューさん、僕自身も同感で、自動運転イコール事故なしって思っている人多いと思うんですね。けどね、それ違うと思うんですね。そうではなくて、人が運転するよりも安全ですよっていうことが正しいんじゃないかなと僕は思ってます。そしてこの自動運転技術っていうのはいつかきっと実現する。これは僕もそう思います。本当、昨日はたくさんコメントいただきました。ありがとうございます。また今日のこの内容に関してもぜひね、コメントをください。僕は必ず返信しますので、ぜひどういうふうに思っているのか自分のアウトプットとしてやってみてください。その時にポイントはですね、今日の記事を見てアウトプットするときに批判的に捉えるのではなくって、デメリットっていうのをしっかりと意識してみてください。で、その時のポイントとして、もし今回の記事でデメリット的なことを感じたときに、批判的に何かを書くんではなくって、デメリットとして書くっていうのをやってみてください。批判的なところからはあまり生産性がないと僕は思っているので、デメリットとしてどういったことがあるのかっていうところですね、そこをしっかりと考えてもらって書いてみてください。はい、このような感じで僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してぜひね、コメントをしてみてください。コメントは僕は必ず返信しますので、今日紹介した記事に関してご自身がどのように思うのか、ちょっとのアウトプットでも自分の頭の中の整理ってかなり変わってくると思うので、ぜひね、ちょっとしたアウトプットとしてコメントをしてみてください。はい、そして今回紹介した記事の和訳はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい、追伸です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。そこで今後どうなっていくのか、テスラだけではなくて最新技術、Web3 だったり AI だったり、今後どういった世界になっていくのかっていうことに関して情報交換っていうのをしています。参加方法ですけれども、画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい。そして今週ゴールデンウィークですけれども、ツイッターのスペースですが、僕の予定の関係もありまして、明日2日の朝と明後日3日の朝に行おうと思います。明日はいつもよりも早く6時30分から、
そして明後日は7時30分からそれぞれやってみたいと思います。はい、この週末なんですけど、一昨日友人一人をですねテスラに乗せてみました。そして昨日も友人二人をですねテスラに乗せてみました。で、昨日の二人なんですけど、一人は自宅で充電ができないので厳しいなーっていう感じですね。で、もう一人は自宅で充電ができるのでかなり前向きでしたけど、やっぱり値段的なものが少しネックになっているという感じで、ちょっとこの値段だと今は買えないかなっていう風な感じでした。やっぱり値段って大きいですよね。早く価格の安いモデルが出るっていうのを期待していきたいと思います。はい、では今日も本当最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。